ポ、秋川、クレビーニョ、クレビーニョーナイスセーブ、笠原、背後閉じた川村だ、川村よく足を残しました、上井福本。拾って川野、中村浩介、さあ今いい落とし、4時2ボール入ってきた、ダイレクト、ポイントでした。まあ、結果としては誰一人満足してないし、まあ、その中で自分たちのやってるサッカーに対してもう満足できてるかって言ったら全くできてないと思うし、まあ、それは全員が持ってることだと思います。まあ、その試合を通して手応えを感じる試合っていうのはあんまりなかったですけど、まあ、例えばレイソル戦の前半だったりっていうのは、まあ、手応えはあったのかなと思います。まあ、まだこう判断の部分での間違いだったりっていうのも当然あるし、まあ、それをなくしていかなきゃいけないと思ってるし、まあ、もっと自分が積極的にドリブルで切れ込んだりシュートを打ったり決定的なパスを出したりっていうのをもっと何回も言ってる通り増やさなきゃいけないのかなっていうのは思います。まあ、相手がまあどんなサッカーだろうと、まあ、自分たちがこうやろうとするサッカーというのは変わらないし、まあ、サッカーの内容だけじゃなくてもう本当に勝つしかないし、まあ、少しでもこうプレーオフに食い込める可能性があるなら食い込めるように全員にしっかり戦っていきたいと思います。ホームは本当に負けちゃいけないと思うし、まあ、サポーターの方々もまあ負けたくないと思うので、まあ、自分たちもしっかり準備して戦える準備をして勝ちたいと思います。まあ、なかなかない駒沢競技場での試合ですが、しっかりサポーターの皆さんに楽しんでもらってさらに勝ちを届けるように頑張りたいと思いますので、ぜひ応援しに来てください。お願いします。聞いてくれ、ビンよ。